はい、この白い家がね、私の家ですね。で、この隣にあるのが妻の実家。この奥側がね、本家です。で、こう来まして、これがですね、妻の実家のトライシクルで、今日はね、借りるということなんですね。かなりね、古いトライシクルなんですね。ホンダのね、バイクです。これね、何の機種かわからないですね。これ何年ぐらい前だっけ？ 20 年ぐらい前だよな。多分。うん、多分な。はっきりして何年前ってわかんないもんな、うん。はい、こういう感じですね。で、うちのトライシクルは、あの商用、要するにお客さんを乗せるためのトライシクルではなくて、自家用なんですね。なんで、本来はね、ここの上にプライベートっていうね、ロゴを貼っとくといいんですけれども、まあそのまま普通にね、家庭用として乗ってます。はい、皆さんこんにちは。フィリピン移住生活研究所のエクエクと妻でーす。はい、妻なんですね。で、妻が今乗ってるのはこのトライシクルなんですね。で、なんかあれだろ、買い物行くんだろ。うん。うん。で、なんか足らないものがあるそうなので、なんかコンビニに買い物に行くそうです。で、私も同乗していきます。はい。で、今日は妻がトライシクルを運転する様子をお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご視聴くださいませ。